森林パラレルの奇跡。はいどうも、りんとです。今日はこのチャンネル、林林パラレルが今までどのような活動をしてきたのかを簡単にお話ししようかなと思います。たまに質問でもいただくんですけれども、VTuber を始める前、何やってたのかなっていうお話もね、あるので、そのあたりをご紹介できればと思います。それと、最近お世話になっている方々へ感謝の気持ちも込めてご紹介と、簡単に私からの言葉と言いますか、お礼と言いますか、お話ししていこうかなと思います。前半はこのチャンネルの今までについて、後半はお世話になっている方々のご紹介をしたいと思います。ただ、まず最初に気になるのは、この見た目ですよね。はい、こちらは、リアルリントを模して作ったものになります。今回、リンリンパラレルの今までの活動ということで、主に、VTuber になったリントがどういう経緯で作られているかだったりとか、そのあたりをお話ししていこうかなと思ってもいたので、今回このような形で、リアルリントを模した、この姿で、ナビゲーターを務めさせていただきたいと思います。それでは早速こちら紹介の方に入りますので、よろしくお願いします。リンリンパラレル。リンリンパラレルは2016年12月29日より本格的に活動を開始した。活動当初はドラゴンクエスト10のドレスアップの動画をメインに、スマホゲームのガチャ動画やライダーガンクのレビュー、遊戯王のデッキ紹介、カンコレアーケードなどの実写撮影動画を上げていました。2017年2月2日には、今までの動画の中でも1回限定の料理動画を出すなど、迷走ぶりが目立ちます。2017年2月27日、リアルリントがドラクエ10のリントへの愛が強すぎるゆえに、フィグマを改造してフィギュア化。同時期に同じく大好きだった、ドラクエ10のネルゲルもフィギュア化。それからは当分、活動当初と同じように実写動画やゲーム実況、あとはドラゴンクエスト10のドレスアップなどなどの動画を上げておりました。2017年12月14日に急に混合金シャツによるダイエット動画を上げ出すなど、再び迷走時期に入ります。2017年年末から2018年頭にかけて、リントフィギュアをリメイクいたしました。その時には、ピコニーモというもののフィギュアを使用し、改造を進め、フィギュアを作成いたしました。2018年8月頭、 V 活というものに出会いまして、14日には Windows Mixed Reality を購入いたします。そして2018年8月20日に VTuber デビューを果たします。 VTuber デビュー後は日常動画をメインに、生放送やゲーム実況、その時期に家族に迎えたハリネズミのみーちゃんなどの動画を上げるようにシフトチェンジいたしました。そして2018年10月7日に急に MMD に手を出し始めます。本当にこいつはどこに向かっているんでしょうね。ちなみに友人に言われた言葉はこうです。器用貧乏。まさにその通り。やれることがね、多いは多いんですが、どちらかってはいますね。ただそのどちらかっている器用貧乏なりに、これからも面白い動画や活動をしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。アップロード動画は実は360本を突破いたしました。そして総再生回数が間もなく8万再生を超えます。チャンネル登録者数は174人、アップロードした動画や、総再生数に比べるとちょっと少ないっていうところのが印象的ですかね。なかなかチャンネルがチャンネル登録者数が伸びず悩んでおります。なのでチャンネル登録については皆さんのチャンネル登録や拡散、応援よろしくお願いいたします。YouTube をメインにね、いろいろと活動できるように進めていきたいと思っております。はい、ということで、リンリンパラレルの奇跡ということで今までの活動をざっくりとご紹介させていただきました。まあなんとなくね、どういう活動をしていたのかだったり、ここのチャンネルがどういうものかっていうのは分かっていただけたのではないでしょうか。はい、もう結構活動してからね、1年ちょっと経っておりますが、やっぱカミカミなんですよね。はい。これからも頑張ってやっていきますので、よろしくお願いいたします。はい、ではこの後は、この見た目は一旦捨てます。はい。ここからはね、いつものりんちゃんに登場いただいて、最近お世話になっている方々に感謝の気持ちを込めてお話ししていこうかなと思います。では、りんちゃん、よろしく。はい。では、ここからは、いつものりんちゃんになり変わって、いつものような感じで撮っていこうかなと思います。はい。リアルりんとさん、ありがとうございます。はいはい。ということでね、最近お世話になっている方々に、感謝を、もうカミカミだな。感謝の気持ちを込めて、ご紹介というか、お話をね、していこうかなと思います。じゃあ、1人目。はい。なぎちゃん。こちらの方はね、Twitter の方でお知り合いになりまして、両生類の、ね、共通のグループでお話をさせていただいており、ま、結構 LINE で通話したりっていうことが多いですかね。はい。YouTube 活動がね、ちょっと多かったりとか、生放送とかもしててね、LINE での通話ができなくてごめんね。通話ができるときにやるから待っててね。なぎちゃんも YouTube 活動頑張ってみるんだぞ。いろいろわかんないことあると思うけどね、いろいろ調べてやってみようぜ。はい。では、次、ぼんちゃんということでね、まあ、ぼんちゃんも同じくなぎちゃんと同じように、そのグループの方で知り合った方になります。はい。で、ぼんちゃんはね、両生類がすっごい可愛い。っていうか、可愛すぎん。もうね、その声を私に、ください。欲しい。くれって感じ。でね、あと、生放送もね、ぼんちゃんはやってまして、フォートナイトとかのね、たまにね、やってる時に、発揮する天然が、すっごい可愛い。だから、いいと思うよ。生放送またやってる時見に行くので、よろしくねー。はい、では、次。西くん。いつも、ご挨拶ありがとう。こちらの方はね、Twitter の方でお知り合いになり、同じく VTuber という形でね、やっている方になりますね。はい。結構仮面ライダーのお話とか一緒にさせていただいたりしています。仮面ライダーの話を語り合えたり、もっとね、いろいろこう楽しんだりしていきたいですね。あと動画を見た限り、デュエルリンクスもやっていたみたいなので、遊戯王も好きっぽいよね。好きっぽいよね。だから私も遊戯王好きだから、いろいろお話できるといいなって思います。もっと仲良くなりたいぜ。はい。では、次。シャイトーということで、シャイトーは、結構ね、Twitter で絡んだりとか、いろいろお話させていただいている状態になりますね。こちらの方も VTuber という形ですね。はい。まあ、最近思うことはね、Twitter 見てる限り、いつも起きるの遅いよ。起きるのめっちゃ遅いよ。あ、でも魔界から来たからしゃあないのかな。でも魔界から来たって言っても時間一緒なんでしょ？もっと早く起きないと健康的に。でもね、めっちゃ可愛いから許します。動画もね、見てて、癒されるし可愛いしって感じですね。最近の推しのうちの一人です。はい、では次、みことちゃん。はい、みことちゃんも同じような形で、まあ、Twitter でというか、ここでねお話ししてる方って大体 Twitter で出会った方が多いんですけれども、まあ、みことちゃんも Twitter で出会いました。はい、で毎朝おはよう動画っていう形で出していらっしゃって、いつもお疲れ様です、結構見てますよ、今日何の日なんだとか、それ知らなかったなーっていうこととかあるので、結構楽しみにしております。今ね頑張って MMD 作ってるから待っててねー。はい、では次、もきゅちゃん。はい、もきゅちゃんも Twitter で出会ってっていう形ですね。私と同じくドラクエ10を遊ばれているみたいで、ウェディをね使われていて、てかウェディ、まあウオコね、可愛すぎん、好きだよ、あの見た目超可愛い、なんかゆるふわな感じっていうの、あとダンスも可愛すぎ、もう可愛くてね見とれちゃう。あ、そうそう、実はね私も中身は魚なんだよ。でも基本的にこの見た目でドラクエやってるけどね、よかったらドラクエでも遊べるといいなと思います。では次、ファルくん。はい、通称ペンちゃんです。私は勝手にペンちゃんって呼んでるんですけど、はい、この方も最近 Twitter で仲良くさせていただいております。リンと構成プログラムということでね、私がレッドブルをやめたいっていうねやつなんですけれども、その構成プログラムを作ってくださいました。で頑張って今リンと構成プログラムを実施して、レッドブルを断ち、コーヒーに切り替えて、ちゃんと健康的な生き方をしていこうかなと思います。あとねペンギンさんね渋くて可愛いんだ、声とね見た目のギャップがすごく好き、あとね結構真面目、少年が超真面目、いい人超好き、もっと仲良くなりたいです。はい、では次、せんかちゃん。はい、せんかちゃんはね何回かチャンネルの方にもお邪魔して、勝手にお邪魔してVR のバーチャルキャストかの方でちょっとお話しさせていただいたりとかしておりました。今もね、Twitter とかでも絡ませていただいております。結構最近忙しいみたいなんだけどね、頑張ったよ。応援してるからね。で、今VR チャットの方、しっかり準備してるので、準備終わったら一緒に遊ぼうね。よろしくね。はい、では次、テトさん。はい。夜の定期配信お疲れ様です。そしてあとバーチャル YouTuber の方々のご紹介の動画お疲れ様です。いつも楽しく見させていただいております。でTwitter の方でもねいろいろお話しさせていただいたり、あとリプライもらったりっていう形でね、やってるんですけども、すごい挨拶も丁寧にねしてくださって本当にありがとうございます。その丁寧な感じね結構好きです。なんか秀逸というかね、すごいしっかりなんか丁寧な感じが出てて、すごく好感が持てます。これからもね生放送とかたまに見に行きますんで、その時はよかったら絡んであげてね、よろしく。はい、ということで次、マムちゃん。はい、マムちゃんはねこちらの方も Twitter で知り合って、最近いろいろとお話しさせていただいたりとか、あとマムちゃんはね優しいしね、人の話すごい聞いてくれるしね、あと包容力というかね、ママさんなんだけどね、ママさんなのですっごいねなんかお母さんっていう感じもねちょっとあるし、でもね可愛いしねって感じで、しかもね聞いていつもね私のこのね無駄に高いテンションにね付き合ってくれるの、もう本当にありがとうね、超嬉しい、もう大好き、もうねなんかママちゃんがね良すぎてね、もう、私はマムちゃんって呼んでるんだけどね、もう優しいし喋ってても楽しいし、もうね語彙力が崩壊するレベルで好き、もう最近の推しですね。皆さん、マムちゃんのチャンネル見てあげてください。というか、今まで紹介した人たちもチャンネル見てあげてください。はい。では、最後。我が弟、カイリー。おい、弟カイリーよ。お前はな、バンドリーの動画を YouTube に上げるんだ。これは私からの指令だ。動画の編集とかね、その上げ方とかはね、もう一緒に住んでるんだから全部やってあげるってば。もう絶対出した方がいいよ。だって指気持ち悪いんだもの。バンドリーやってる時の君、神がかってるからね。音なしでバンドリーやるってどういうことさ、意味がわかんないんだよ、私は。で、音なしでフルコンってどういうこと、意味がわかんない。うん。で、しかもなんか結構ガチでレベル高いやつやってるでしょ。YouTube で動画ね、他の人がやってるその曲を見たことあるけど、有名になれるぜってレベルでめっちゃうまいと思ってる、私は。だから一回動画開けてみた方がいいよ。だからやんなさい。これはまあ、今、見た目女の子の兄としての指令だ。やるんだ。あと寂しいからたまに帰ってこいよ。遊びに行ってるのはいいんだけど、全然泊まりに行ってもいいし、好きに過ごしてもらって大丈夫。でもたまには帰ってこいよ。寂しいんだよ。お家に一人はたまに寂しいんだよ。一人じゃないこともあるけど、とりあえず寂しいから帰ってこいよ。あと、ポケカしようぜ。本当にポケカしたい。って感じですね。はい、ということで、まあ最近お世話になってる方だったり、まあ勝手に推してる人だったりを、こんな形でご紹介させていただきました。はい。で、この方々の、Twitter、YouTube のチャンネルについては、概要欄に載せてありますので、そちら概要欄の方から、チェケラーって感じです。はい。ということで、今回は、前半でリンリンパラレルの奇跡ということで、リンリンパラレルがどのような活動を今までしてきたのかという部分のお話と、後半で、私が最近お世話になっている方々へ感謝の気持ちも込めて、ご挨拶とご紹介させていただいた状態になります。はい。私はね、正直皆様に支えられて、この YouTube 活動というのができていると思っています。なので本当にみんなのこと大好きだし、応援してくださっている方々を逆に私も応援をしたいんです。なので、お互いに切磋琢磨をしながら、VTuber というね、この世界をうまく広めていきたいなと思っております。せっかく私もね、このバーチャルな姿も手に入れたので、皆さんで一緒にバーチャルな世界を楽しんでいきたいなと思っています。ほんとみんなのおかげでこの活動できてると思っていますので、ぜひぜひ応援よろしくお願いします。私も皆さんの応援させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで本日はこのような形で、動画撮らせていただきました。また別の次回の動画だったり他の動画でお会いできればなと思います。では以上、りんとでした。バイバーイ。またねー。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと Twitter もやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。